はい、どうも、大悟です。というわけでですね、今日はですね、関わると損をする人の口癖、関わっていけない人のですね、口癖トップ5ということでやっていきたいと思います。どんなに相談しても、一緒に過ごす時間を増やしても、分かってくれません。勝者とのつながりをアピールしてくると。その勝者が負けた場合は、めちゃくちゃ距離を取る発言をする。物事を白か黒かでしか判断できないんですよ。最もメンタルの悪化と結びついているのが、この断定口調。一人称が多くて三人称を使わないと、自分の過去とか未来へのこだわりはめちゃくちゃ多くなるんですよ。もう自分の目線から見た状態でしか物事を語らないんですよ。自分が関わってることに対する記憶が曖昧になるんですよ。最後、第1位。これをやってくる人は、絶対かかんない方がいいです。心理学的に見たときに、こういうタイプの人とは絶対関わらない方がいいよというですね、人の特徴っていうのを今日はですね、5つまとめていきたいと思います。はい。まあ、5個全部当てはまったらやめた方がいいでしょうね。まあ、実は1個も当てはまらない方がいいんだけど、そうすると人間関係が著しくね、狭まっちゃうという人もいると思うので、はい。まあ、特に女性の方は、第1位は絶対やめた方がいいです。まあ、男もやめた方がいいんですけど、まあ、第1位を言ってくる人がいたら、まあ、ちょっとこれはやめた方がいいかなという感じですね。はい。そんなですね、関わってはいけない人の口癖、トップ5やっていきたいと思います。はい。ではですね、第5位。勝者とのつながりをアピールしてくるというやつですね。はい。勝者とのつながりって言うとあれなんですけど、例えば自分は人脈があるとか聞いてもないのにすごい人脈があるとか、こういう人知ってるとか、あとは頼んでもないのに名刺を見せてくる人、自分の名刺じゃなくて、自分が最近もらったすごい人の名刺並べてくるやつとかいるじゃないですか。ああいう風な勝者のつながりアピールをしてくる人ほど、実は人格に問題があるということが分かってるんですね。ほら、そんなに仲良くないし知らないのに、なんか芸能人の名前出して、誰々がさ、俳優の誰々知ってるさあ、あれ、この前一緒に飲んだんだけどさ、いや、結構友達なんだけどさ、仲いいんだけどさ、とか言うやついるじゃないですか。はい。まあ、広告代理店の人とかで多いですよね。あ、あれ？あ、あれはね、俺がやったプロジェクトなんだよって、後ろで突っ立ってるだけなのに、そういうことを言う人がいますけど、そういった経緯とのつながりをアピールする人って、人格とかメンタルに問題あるよってことがいろんな研究で分かってます。例えばこれ面白い、研究がですね、人格に問題ある人ほどですね、実は勝者とのつながりをアピールするんですが、その勝者が負けた場合は、めちゃくちゃ距離を取る発言をするということが分かってます。例えば面白い実験は、海外のその大学のフットボールチーム、大学のフットボールチームが勝った場合と負けた場合で、みんなのですね、その試合の表現の仕方がどう変わるのかってことを調べた実験があるんですね。はい。で、普通の人はみんなチームを応援するわけですよ。ね、俺たちのチームだ、ね、頑張れって応援するんですよ。で、勝った時は、やったー、勝ったー、俺たち勝ったぞーって盛り上がって、負けた時は、いやー、俺たち負けちったけど、次頑張ればいいよっていう風になるわけなんですよ。これが普通ね。はい。ところが、人格に問題ある人はどういう言い方をすると思います？勝った時は、俺たちは勝ったんだって言うんですよ。自分たちが応援してる大学のチームが負けたらなんて言うと思います？彼らは負けたって言うんですよ。もうわかりますよね。つまり意図的にこの認証をコントロールして勝ってる人と自分は繋がろうとする。俺たちは勝った、勝った時は自分も同じチームだって言い張るわけですよ。同じ大学ってだけなんだけど、で負けた時は彼らは負けたんだっていう風に、自分は負けた側じゃないよっていう風に無意識に距離を取るんですね。こういう風な勝者や権力との繋がりをアピールしてくる人ほど人格に問題があって、いざという時に皆さんを裏切る可能性が非常に高いです。口も上手くて、実際にですね、実力ですねが全然ない人とも結果がいるので、こういう風なですね、人と、まあ、関わるのは避けた方がいいと思いますね。得しないし、いざって時にね、見捨ててくる人は友達じゃないですからね。はい。ぜひですね、距離を取りましょうということでした。というわけで、第5位が、勝者とのつながりをアピールするでした。はい。続いて第4位、自分ファーストというものですね。はい。これ、ウルム大学の研究をはじめ、様々なですね、研究で明らかになっているんですが、これ、例えばウルム大学の研究だと、2500人の男女を対象にした研究ですね。はい。いわゆるナルシストとか、サイコパスとか、マキャベリズムとか、サディズムとか、どれぐらい自己中心性が高いかとか、まあ、そういう風なダークパーソナリティ、まあ、付き合ってはいけない、まあ、人たちの特徴を調べる、そんなテストを行ったところですね、やっぱりこういう風な付き合ってはいけないダークな人たちっていうのは、他人の権利とか感情を踏みにじっても、まあ、自分の利益とか自分のことを優先するっていう点でやっぱり共通していた、わけなんですよ。で、これポイントがあって、誰に対してもこれをやるわけです。例えば、今一緒にいる仲間に対してはいい顔するんだけど、その仲間を踏みにじった時に、自分が得するんだったら全然すぐ踏みにじるっていうスタンスなんですね。だから、例えば昔仲良かった人とか、そういう人の話を聞いた時に、自分が得をするためにそいつらを踏みにじったりとか、まあお金にするために売ったりとか、そういうことをしていたら、その人は結構やばい人だから、付き合わない方がいいわけです。またやる可能性が非常に高いんですよ。特にこのダークパーソナリティっていうのは、半分ぐらいは遺伝子で決まっちゃうんですね。だから、どちらかっていうと、なんだろう、もう治らないんですよ、こういうもの。
ものって。だからまあ見極めたらかわいそうだけれども、ね、お互いにね、付き合える人間ってのはいっぱいいるから、まあダークな人はダークな人と付き合えばいいよね、と。ね、お互いに踏みにじ合ってね、生きればね、まあ、それはそれなんかそういうプレイみたいになりますから。だからまあ皆さんは付き合う必要ないから、距離を取って、その人と使う時間をですね、もっとね、皆さんが付き合うべき価値がある人との時間に使った方がいいと思うんで、この自分ファースト感が出てきたらですね、やめた方がいいかな、という感じでした。というわけで第4位は自分ファーストでした。続いて、第3位、断定口調なんですね。はい。実はですね、この、断定口調、まあ、いわゆる、まあ、白黒思考とか完璧主義、と繋がってるもんなんですが、物事を白か黒かでしか判断できないんですよ。グラデーションがあるってことがわからないんですよね。で、こういう風な物事を断定する、白か黒かしか付けられないというタイプの人は、結構ですね、メンタルがやばいと、ね、人格がやばいと、いう研究が出てます。で、これは、まあ、人格的にやばいっていうタイプの人も当てはまるし、メンタルがね、悪くなってる状態の人っていうのも、この白黒思考っていうのになりやすいということが、分かってるんですね。はい。やっぱりメンタルが悪化するとどうなるかっていうと、孤独とか悲しみとか、まあその哀れさみたいな、まあそういうですね、ネガティブな言葉とか形容詞が増えるんですよ。で、これと同時に、断定する言葉がめちゃくちゃ増えるということが分かってるんですね。で、最もメンタルの悪化と結びついてるのが、この断定口調だったんですよ。だからもし皆さんの周りに、断定口調が多い人とかがいたら、ちょっとメンタルに問題がある可能性があって、で、もしこの人が、皆さんにとって大事な人でね、大事な人の最近のね、言葉遣いが断定口調が増えたなと思ったら、心配してあげた方がいいです。それは。はい。別に大事でもない人が断定口調が多いとか、多くなったら、皆さん巻き込まれちゃう可能性があるので、そんなに大事じゃなかったら距離取った方がいいです。はい。まあ、全員を救うことはできないので、皆さんは自分が大事、本当に大事だというふうに思う人しか救えないので、はい。そういうですね、ことを考えると、やっぱり断定口調がね、ちょっとこの人多いな、みたいな、白黒つけたがりすぎだな、というふうに思った場合はですね、まあ、ちょっと距離取るというのもいいかもしれません。で、これポイントが完璧主義とくっついてくることですね。はい。だからもう全てをちゃんとしないといけないとか、白黒つけないといけないっていうふうに思う人ってのは、まあちょっと危ないので気をつけた方がいいですね。いわゆるこう、根拠に基づく断定とかじゃなくて、もう自分の感覚でも私はこうじゃないとダメだから、もう俺はこれ以外は認めないからみたいなことを言う人いますけど、そういうのが、その、好みの部分での断定が結構やばいんじゃないかなというふうに思うわけです。はい。というわけで第3位が断定口調が 1.5 から 1.8 倍多いでした。はい。続いて、ここからちょっと怖くなります。はい。第2位、1人称が多くて3人称を使わないというもんですね。もうこれさっきご紹介したレディング大学の研究と同じなんですが、やっぱりその人格とかメンタルに問題がある人ほどですね、自分の過去とか未来へのこだわりはめちゃくちゃ多くなるんですよ。つまり物事を判断するときとかは自分の、まあ、過去の経験とかから判断するようにするし、やっぱり自分の選択も全部自分の未来を参照して判断するんですよ。だからめっちゃ自己中なんですね。そういう意味で言うと。で、こういう人って一人称が増えます。私は、私は、私は、俺は、俺は、俺はになっちゃうんですよ。だから話題とかも会話とかも、二人のそのね、会話する相手と自分との間にの共通の話題とかメリットを作るとか、相手にどんな情報を提供してあげられるとか、そういうことを考えなくて、もう自分の感覚、もう自分の目線から見た状態でしか物事を語らないんですよ。だから何か事件が起きた時も、もう自分の目線からしか見ないんです。はい。相手の目線からどう見えてるかってことを考えないんですね。だから異常に三人称が少なくて、一人称が多いということもわかってるんですね。はい。で、こういう人は、まあ、やっぱりですね、当たり前なんだけど、なんか問題が起きた時に、皆さんのことをですね、裏切ります、簡単に。なんでかっていうと、常に自分たちの視点で見て、人間で自分の視点で見たら全部自分の都合のいいように解釈しますからね。はい。人間の記憶ってめっちゃ曖昧で、特に自分が関わってることに対する記憶が曖昧になるんですよ。常に人間は自分の記憶を美化しながら生きてますから、うん。だから、まあそういう意味で言うと、まあ関わってはいけない人の特徴の一つがですね、この一人称が多くて、三人称を全然使わないと。そもそも三人称っていうこの視点を持ってないんですよ。相手の目線からの視点ってのを持たないんですね。だから交渉したりとか、誰かの話をするときに、相手から見たらこうなんだろうけど、俺から見たらこうなんだよね、みたいな、そのバランスを取った言い方ができない人っていうのは、しかも根拠もないという人はちょっと気をつけた方がいいでしょうというのが、第2位でした。はい。では最後第1位。はい。これをやってくる人は、絶対かかんない方がいいです。はい。これをやってくる人はですね、サイコパス気質が高くて、もう共感力は一切ないというか、もうほとんどないので、だからすごい、暴力的だし、サイコパス的な行動を取っちゃうし、あと、ですね、どんなに相談しても、一緒に過ごすね、時間を増やしても、分かってくれません。皆さんのこと。こういう人とは、やめた方がいいです。特に男性多いんですが、これ何かというと、こちら。はい。自慢話で口説くと、いうもんですね。はい。これはオークランド大学の研究なんですが、サイコパスの人のですね、特徴と、サイコパスの人が恋愛とか男女関係でどういう風な行動を取るのかということを調べたらですね、なんとですね、異性を口説くときに自慢話を積極的に使う人はサイコパス気質が高いという研究が実は明らかになってるんですよ。はい。普通はね、相手を口説こうと思ったら、どれだけ相手に質問するかが大事なんですよ。いかに相手から話を聞くかで相手の心って掴めるんですよ。だって人間ってどんなに喋らない人でも自分に興味を持ってくる人好きになるんですね。だから男性は口説きたいんだったら上手い人は自分の話をするよりかは相手の話を聞き出そうとするんですよ。ところがサイコパスって共感能力が低いんです。低
いから、俺はこういうところがすごいんだ、こんなに金を持ってるんだ、こんだけできるんだ、こういうねバッグ持ってるんだ、あこれ限定品のなんとかでって、この時計はねなんかね5000万で6000万でとかっていう風に、相手を褒めるわけでもなく、相手の話を聞くわけでもなく、自分がすごいやつなんだぞと、すごいやつだから付き合いたいと思うだろう、俺の女になりたいだろうみたいな口説き方もしちゃうんですよ。まあ、女性でもありますやっぱりそれは。はい、自分はどれだけなんか貢いでもらってるとか、いいバッグ持ってるとか、なんかね家柄がどうのとか、どういうね人脈あるとかってことをなぜか言ってきて、こう男性に私魅力あるよみたいなことを言うということをしちゃう人が時々いるんですが、これも全く同じで、結局ねその共感能力がないから、自慢話に対して相手がどういう風に反応するかってことができなくて、でその結果深い話ができないわけなんですよ。だから学歴自慢してくる男とかもそうですね。はい、まあ、学歴なんて別に誰もどう思わないんだけど、はい、まあ、そういうのでモテると思い込んじゃうわけなんですよ。だから自慢話で口説いてくる人がいたら、ちょっとサイコパス性が高い可能性があるんで、付き合うとすごい損します。はい、なんでおすすめしませんよというお話でした。